こんにちは、メンタリストのダイゴです。今回の動画のテーマは、あなたの娘を出世させる方法というテーマでご紹介したいと思います。まあ、ちょっと変わったテーマなんですが、実は最近面白い、実験が行われて、その研究によるとですね、娘さん、つまり女性が社会進出していく女性を調べた実験なんですけど、実はですね、家庭で旦那さんが家事とか育児とかを手伝う男性がいる家庭の方がですね、つまり旦那さんが家事や育児にちゃんと参加している家庭の方が、その家庭で育った女性、娘さんですね、娘さんは社会に出ていった時に出世しやすいということが分かってるんですね。なぜかというと、要は家庭にいて、旦那さんもお母さんもちゃんと同じように家事を行ったりとか育児に協力しますよね。そうすると娘さんはどういうふうにそこから学びを得るかというと、男性と女性はちゃんと同じことをするし同等なんだって、つまり男女が平等だと、同じように男性の方がこう社会的にこう有利だとかそういうのは関係なしに男女は同じようにこう行動できるものだっていうことを家庭から学ぶことができるんですね、小さい間から。そうすると男社会に出たりとか実際の社会に普通の社会に出ていっても物おじすることなく男性にちゃんと意見を言ったりとか仕事をちゃんとこなすことができるようになると。ですから、つまり社会に出て成功しやすくなるということなんですね。ですから、ぜひね、旦那さん、もしあなたが男性なのであれば、娘さんがいたら娘さんの将来の成功のために少し家事を手伝うようにしてみるとか、あるいはあなたが女性だったら、娘さんの成功のためにと、この動画を見せるなりしてですね、説得して、旦那さんを家事や育児に少しでもいいですから参加させるようにしてみてはいかがでしょうか。ぜひ試してみてください。